うん、収支報告、あ、収支、現在のね、収支報告をさせていただきますと、これはあの、まあ、初めてご覧になる方にご説明申し上げますと、当番組ではですね、いつもこの生配信の時に、皆さんからいただいたスーパーチャット錠剤をですね、こちらのこの豚の貯金箱に貯金してですね、で、著作権使用料に充てるということをやっております。で、その繰り越し金が417,855円、ありまして、あったんですけども、この動画での著作権使用料っていうのが1年ごとに更新で取られるんですよ。で、ピカソの第2回分の更新料で15万5,000円、払いましたので、今残ってるのが26万2,855円ということですね。で、まあ、今日いただいた分足して、誰のをどのぐらいできるかというのを、そうですね、うん、今後あの先ほどいただいたこの辺りのランキングを踏まえて検討していくという感じですね。まあ、上の3位この辺までを当たってみる感じですね、はい。あとはあのマイクロさん続編できるっておっしゃってたダリー、あ、ダリですね、はい、あと藤田があと多分もう一回分ぐらい残ってんだよ。 あ、はい、うん、であとダリの更新もまた来るんですよ。そうなんですよ、それが怖いんだよな、どんどん更新が加算でいくようになるんだよね、はい。なんで、まあ、それ、まあ、で藤田の更新も来るよね、当然。そうなんですよ、なんで、もうどっかで更新をやめるって判断をするか、するか頑張っていくかっていう、うん、いうことですね。なるかと思います。はい。いうことなんですよ。あの、それを有料著作権シリーズはもう見られる、ご覧になれる間にご覧になっていただくと、いつ更新料が追いつかなくなるかわからないんで、息切れをしてしまうか、はい、いうことですね。はい。